君は君はなんで兵士に。一緒にやろうぜリヴァイ。俺たちを信じてくれ。俺はこのまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思っただろうと。何にも変わってねえな。お前は何にもできねえじゃねえかよ。何にも。ただ壁の中にいるだけじゃ、いつか突然やってくる巨人に食い滅ぼされる。夢を諦めて死んでくれ。誰かが危険を冒してでも行動しなきゃいけない。神兵たちを地獄に導け。誰かを犠牲者にさせないために自分を犠牲にできる奴が必要なんだって。まだ本当に敗北したわけじゃない。巨人、俺が仕留め。辛く厳しい道のりだが、必ずたどり着ける。その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて